みんなどうだった？ガーゼン地区の方を探してみたんだが、そもそもあっち側は目立つ遺跡がないんだよな。つまりなかったんだね。あっさり言うなよ。タオの家にも寄ったら、あいつまだ本の山の中でうんうんうなってたぜ。そっか。クラウディアの方はどうだった？旧市街から南の水没した地区まで古そうなところを回ったけど、目印になるような場所はないみたい。旧市街はほとんど島の人間が何百年もかけて壊したり建て増したりしちゃってるからな。私は島に残る森や人間の踏み込まない海岸線を見てきたが、隠れた遺跡らしきものは発見できなかった。私も港からボーデン地区までをもう一度細かく調べ直してみた結果、収穫はなしだ。これやっぱりここで使うものじゃないのかな。こんだけ駆け回らされた後で今さら間違ってたってのは勘弁してほしいぜ。ああ、みんな集まってるね。見つけたよ、あの鍵の使い方。え、本当？またずいぶんあっさり分かっちまったな。で、どこなんだ？さっきレントが来た時に言ってただろ、あのトレッペの高台の記念碑だよ。え、でも鍵穴は見つからなくって。使い方が違うんだよ。つまり記念碑のくぼみに入れることで機能するんだ。もうやったわよそれ。え、真ん中にあるそれがぴったり入るくぼみでしょ。当然はめ込んでみたよ。上下左右もひっくり返して。あれ、そうなんだ。おかしいな。確かにここに載ってるんだけど。確かにライザがやったのと同じ方法だな。長い年月を経て鍵もくぼみも壊れてしまったのかもしれん。そんな、せっかく見つけたのに。直そう。そのための錬金術だよ。クリント王国の錬金術でもおそらくは最高レベルの道具だぞ。修復できるのか？修復じゃなくて、最初に見つけた時に感じた力を石碑に伝えられるよう改良するってのはどうかな？なるほど、良い発想だ。わかった、お前の考えた通りにやってみろ。さあ、どうだ？悪くないんじゃないかな。やった、鍵を改良できた気がする。これを記念碑に使えば、早速トレッペの高台に向かおう。どこに行くのかね。よし、行くぞ。あー、こんなところだったんだ。くぼみはここだよ。タオに言われなきゃ今でもそれっぽい鍵穴を探し続けてたかも。ありがとうね。ああ、本当によく気づいてくれた、タオ。あ、いや、実は少し前から書庫の半分以上が整備に関する本だってことに気がついてさ。内容が建築理論と実践だったから、まず専門用語を習得してからと思って、そっちは後回しにしてたんだ。
で、人工島とか入り口って話にピンときて、整備の本を調べてみたらこの図があったってわけ。ふーん、タオの家はこの島の手入れを役割とする家系だったのかもしれんな。タオ君のご先祖様は錬金術師だったのかな。それはないと思うよ。錬金術関連の本は全然ないし。あ、まあ僕の家のことなんかより、ライザ。うん、うまくいってよ。これが人工島空間への入り口だ。この下に行けば俺たちの島の本当の姿が拝めるってわけだ。行こうみんな。すごい、すごいよ。これが全部人工物だなんて。いや、僕らの島が全部そうなんだ。遺跡どころじゃない。信じられません。こんな大きなものを本当に人の手で作れるんですか。ああ、信じがたいことに作れたんだよ。クリント王国時代の錬金術ならな。結果的に避難所として役立ったというから、本来は別の目的のために建造されたのだろう。何のためにってのはあえて聞かねえけど、どうせろくなことじゃないだろうな。うん、私たちがなんてことなく暮らしてた空間島の、これが本当の姿なんだね。奥があるよ。行ってみよう。中身はなんだ。僕知ってるよ。中核、重要制御、そう書かれてた部屋だ。タオのやつ、ここに来てからやたら元気だな。まあ多めに見てやれ。得た知識を実体験で答え合わせするってのは最大級の快感なんだ。ここは何の部屋なんでしょう。複雑そうな仕掛けがいっぱい。さすがに私も見ただけではな。タオの言葉通りなら島を制御する中枢のようだが、どうだタオ。ああ、これは儀式の細具じゃないんだ。あれ、
もしかしてこの構造も知ってる？すっかり没頭しちゃってる。おーい、タオ。細具じゃなく何かの仕掛け。まさか。やっぱりそうだ。あれは儀式じゃない。これをここを動かすための手引き書だったんだ。タオ、いい加減戻ってきなさいよ。何がどうなってるの？え、ああごめん。僕の家ってアンペルさんが言った通りだったみたいだ。この島を整備する家系ってことだな。察するに、それはこの島の制御装置というところか。うん、僕が散々本の中で見た儀式のようなものは、この人工島を管理するこれの動かし方だったんだ。こっちは地下にあったから劣化もしていないのか。そもそも島の中にあるこれは何の装置なのだ？そういえば人工島って作った後に何をするものなのかな。麦を入ろうって命令したらそこいらに入るとか、魚を取れろって命令したら浜に魚が打ち上がるとか。そんなわけないでしょ。って言えるほど分かってないというか。タオ、どうなの？うん、ちょっと待って。見せろかな。次あった、よく見せろっと。これが島の状態かな。アンベルさん、わからないところを一緒に見てほしいんだけど。わかった。ん？これは島の全景か。人工物の部分だけを示しているのか。周りのこれ潮流だと思うから。そんなことは。あれ？ってことはまさかこの島って。二人してボソボソ何を。ライザー、大変なことになっちゃった。それともとっくになっちゃってたのかも。二人とも顔色が。どうしたかといえば、そうだな、ようやく事態の全容が判明したというところか。え、本当？でもそれにしちゃあんまり良くないことなのかな。あんまりではないな。以前から全ての問題は湖の潮流の変化によって生じたと推測していたが、その潮流が変化した原因はこの島が動いて位置が変わったからだ。はあ？島が動く？そんなバカなことが。この島、元から湖の底に接してない。湖に浮かんでたんだよ。それがもう動力が切れる寸前で沈みかけてる。島は動いてるっていうより流されてるんだ。それって何とかできないの？わかんないよ。落ち着けタオ。ここは一度アトリエに引き上げてみんなで考えを整理しよう。新しく行けるところが増えたね。よし、行くぞ。それじゃあ改めて話をまとめようか。簡単に言えば、空剣島は錬金術の力によって湖に浮かんでいたが、その力が衰え始めている。結果、島はわずかずつ漂流し、湖の潮流が変化した。
なんとかならないんですか？なる。はあ？なるのかよ。理屈としては単純だ。島を浮かべているもの、すなわち衰えた錬金術の動力を補充すればいい。じゃあ今すぐそれを調達しなきゃ。まあ待て、問題はここからだ。あの部屋にあった動力らしきものを調べてみたが、簡単に作れる代物ではない。今の錬金術はおおよそクリント王国のものを元にしているが、継承し損なったものも多い。でかい構造物を動かすだけの動力源を作る技術もその一つだ。特に素材がな。錬金術師に技術があっても素材がなければ調合のしようがない。じゃあもう手詰まりってこと？一応それを得る手がかりはな。おい、リラ。こいつらなら言わなくてもそのうち気づく。なら悩む時間を無駄にさせたくない。お前たち、かつてクリント王国が多大な労力を払い、いくつもの門を開いた理由を思い出せ。あ、お前たちが異界と呼ぶ我らの故郷に、奴らの錬金術を支える資源があったからだ。でも、あそこを掘り返して調べるなんて、それこそクリント王国の奴らと一緒じゃねえか。今はそこにこだわるべきではないだろう。お前たちの故郷を救うためだ。リラさん、すまねえ。わかった。向こうにはフィルスタもいるから、そう簡単に調査には行けないだろうけど、考えてみる。ライザ、ちょっといい？動力が戻る前提で一つ大事な話があるんだ。後でもう一度あの地下の大部屋に来てくれないかな。うん、わかった。おう、どこに行く？よーし、それでタオ、大事な話って何？ああ、見てよ、ここに3つの大きな装置があるよね。あるけど、それが？いろいろ調べてみたんだけど、実はこれ淡水化装置なんだ。淡水化ってなんだ？あ、もしかして湖の海水を真水に変えるってこと？ああ、真水って水のことだよね。え、マジかよ。それってつまり水が作れたりするのか？うん、これが人工島で暮らすために用意された本来の水源なんだよ。トレッペの高台と防電地区にある噴水がこの装置で作った真水を流す場所ってことらしい。どっちも水が枯れてるのはこの装置が止まったせいなの？うん、装置が壊れてからかなり長い時間が経ってるみたいだ。あ、まあどのみち動力がないと動かないけどね。なんだ、やっぱりダメなんじゃねえか。動力の方も全然目処が立ってないってのに。そんなことはないよ、希望が見えてきた気がする。うん、僕もそう思う。だからライザに話したんだ。希望だって？今の状態が？確かに装置を直す、動力を確保する、あと門やフィルフサの件、いろいろ問題は山積みだけど、今までの何もわからないままじゃなくなった。私たちが頑張れば届くかもしれない。それこそ希望なんだね。随分とか細い光だな。
でも確かに目指す先は分かったとは言えるのか。やれることをやれる限りやっていこう。少しずつでもいいからみんなで。あ、そうだ、ボスにも教えないと。あいつも知っておいた方がいいと思うし。どこに行くの？よし、行くぞ。北の果ての塔に住んでいる島は人工島と来たか。そう簡単に信じられる話でもないが。まさか疑ったりはしないよね。あの門や異界を見た後だからな。それで止まった水源の方はどうするつもりなんだ？うん、動力は今のところどうしようもないけど、まず修理だけはしておこうって思ってる。修理に必要な部品を大急ぎで調べてる最中だよ。調べる本がいっぱいある分、探すのが大変だけどね。急いでくれ。盗っ人の牽制なんか惜しくもない。あんな弾、俺は今すぐにでも壊したいんだ。ボス、盗っ人ってのがブルネン家のご先祖様のことを言ってるのなら、私はその人に感謝してるよ。何？その人は私たちと違って塔を目指す理由なんかなかった。ただ行きたくて悪魔の野に踏み入った。その先で誰もいない場所で水を出し続けてた玉を水源が止まって困っていた村に持ち帰ってくれた。それに今こうして私たちが島の危機を知るきっかけにもなってくれた。全部事実でしょ？それはそうだ。まあ持ち帰った玉を村で威張るのに使ったとこだけは気に入らねえけどな。レント、混ぜ返さない。とにかくあんたの言うブルネン家の勇敢さってのは本物だと思うよ。分かったから、早く何とかしろ。坊ちゃんと急行は温めてきたか？報告は済んだかだろ。ちゃんと済ませて、ついでに嫌味もぶつけてきたよ。そう、よかった。あのな、じゃれてることはクラウディアにはお見通しね。でも確かにボースが言ったみたいに急がないと。いよいよ歓喜が来るね。門の監視は継続している。淡水化装置を復旧できたら一度聖地まで探索に行こう。ああ、ここからは時間との勝負だな。なんとかしてみせる、絶対に。どこに行くの？よし、行くぞ。レント、一人でどこ行くのかな。まあ、いっか。気になる。いや、これはヤジウマ根性なんかじゃなく、錬金術師としての勘なのよ。一人でどこまで行ったのかな。今さらこんなところで魔物にやられたりはしないと思うけど。戦い？まさかフィルフさん。どうしたボス、実戦はいつもいきなりだぞ。まだ準備できてないなんて言い訳は通らねえんだ。誰が言い訳なんとするか。レントにボス、二人で何を？
の頼みとはいえ、訓練に付き合っている暇があるのか。やることは多いはずだぞ。お前の頼みだからって特別扱いなんかしねえよ。俺のやることは剣の腕を磨くことだ。俺はライザみたいに錬金術はできねえ。タオみたいに修理の計画も立てられねえ。クラウディアみたいに周りのことも気遣えねえ。こうして剣の腕を磨いて戦いに備えるだけだ。俺の相手をしてくれるなら何だっていい。俺も実力が近い方がいいけどな。ランバーはどうした？あいつこそお前の剣の稽古相手なんだろ？あいつは荒ごとに向いていない。俺はそれを見ないふりして自分を強いと思い込むために利用していた。だからもう巻き込まん。キロに再び会うために腕を上げるという俺のための訓練ならなおさらだ。理由はあれだが、確かに大した勇敢さだよ。あんな恐ろしいところにもう一度行きたいだなんてよ。お前こそあの塔まで行ってきたんだろう。なぜそれを村の連中に言って見返してやらない？たどり着いた時まではそのつもりだったんだが、いざ塔の頂に立ったらどうでもよくなっちまった。冒険は楽しいことや嫌なことに出会う俺のもので、他人に認めてもらうためのものじゃない気がした。分かった風なことを言いやがる。お前も冒険に出てみればわかるかもな。まずは俺に勝ったらってのは無理だから、せめて互角になったら出歩いてみるがいいさ。言ってろ。すぐに追い越して同じ言葉をかけてやる。その憎まれ口、アガーテ姉さんやモリッツさんにみんなで怒られてた頃みてえだな。そんな昔のことは忘れたな。ああそうかい。覗いちゃったりしてごめんね、二人とも。ライザ、わかったよ。え、何？わかったんだよ、炭水化装置を直すのに必要な部品が。本当？どうなのか見せて。なんか変な形してるね。いくつもあるみたいだけど、こいつらがいくつか連結して組み合わさるんだ。そうすると元となる力さえあれば連動して動くはず。機械の仕組みはわからないけど、とにかくこれを作ればいいのね。うん、そうなんだけど、問題は材料だよ。やっぱり普通のじゃダメだと思うんだ。あれだけの大きさのものを動かすんだから、ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫なものじゃないと。僕は逆に調合のことがわからないし、材料の選別から含めてライザにお願いしたいな。どうだ、できそうか？任せてよ。形もわかってるし、なんとかしてみせましょう。さっ、じゃあ私出かける準備をするね。レント君にも声をかけなきゃ。すっかりみんな手慣れてきたようだ。ああ頼もしいがなんだか寂しくもあるな。そろそろ私たちが教えることもなくなったか。ライザ、調合できたらあの地下の大部屋まで持ってきてね。全部で同じものが3つは必要だと思う。あの、これでどうだろう。ありがとうライザ、早速取り付けよう。うん、みんなタオを手伝うわよ。おうって言っても俺は力仕事しかできねえけどな。私だってわからないよ。教えてもらいながらできることをやろう。
いけるかな。もし失敗したらどうなるんだ。そんなのもう一回作り直すだけよ。大丈夫、ライザはちゃんとできる。私そういうの分かるんだ。ありがとうクラウディア。さてと、島を浮かべてる装置に影響が出ないよう、ほんの少しの力で動くかどうか確認しないと。音が消えちまったぞ。どう、タオ。成功だ。ちゃんと動いて機能したみたいだ。あとは動力さえあれば炭水化装置は昔みたいに動くはずだよ。よっしゃー、よかったねライザ。うん、実は結構不安だったんだけど。おいおい、マジかよ。だってクリント王国の錬金術だよ。そういう超技術の塊みたいなの、私が作っちゃったんだね。そうだよ、だから言ったじゃない、ライザならできるって。うん、本当にありがとう。でもこの修理が終わったってことは、一番難しい問題がとうとう来たのかな。ああ、動力だな。まずタオの監視のもと、私とお前で動いてる状態を確認しておくか。何を探すかから始めなきゃいけないからね。気長に構えてる場合じゃないのに、もどかしいな。魔石のように見えるけど実際は全然違う。それだけしか感じられない。いくらお前が才能のある錬金術師でも、元となる知識が全くなければそんなものだ。だが今のうちに観察して、感覚で分かることだけでも掴んでおけば、異界での探索に役立つだろう。問題はフィルッサの動向だな。石膏の次が来たらいよいよ危ない。やれることをやれる限りやって、進んだ分だけ何かに近づいてるのかな。どこに行こうかな。よし行く。よし休んじゃおう。よし休んじゃおう。ねえライザ、ちょっとみんなで外に出てみない。ん、うん、いいけど。人工島とは思えない。それとも人工島がこれだけ綺麗なことに感動すべきなのかな。クラウディア、何か用があるわけじゃないのか。ないよ、ライザがあんまり休まないから連れ出しただけ。根を詰めるばかりじゃ潰れちゃうでしょ。確かにその通りだね。休まないと頭も働かないってのは忘れるくらい頑張ってたし。ありがとうねクラウディア。どうも私、突っ走ると自分すら見えなくなるみたいでさ。それはみんな知ってるよ。タオ、あんた、お前たち揃ってたか。
一緒に来てくれ。どうしたの二人とも、そんなに慌てて。入江の門だ、フィルフサが這い出している。いよいよってやつか。やってやるぜ。ん、私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だけ残してあとは引き上げたか。あれって石膏じゃない？前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今は。そうだな、まずはぶっ倒す。よし、行くよ。さあ始めようか。そこだ、行くよ。行くぞ。そこだ、行くよ。行くよ。リラ頼むぞ。くらえ。えい、下がっていろ。えい、行くぞ。援護するよ。もう一発おまけだ。くらえ。えい、行くぞ。下がっていろ。行くよ。次に行こう。よし、なんとかなったな。あの渇きの悪魔を倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ。ああ、やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり、こっちが歓喜になったことがフィルフサにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか、大侵攻が。どれくらいの時間で攻めてくるんですか？巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。そんな、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。どこに行くのかね。よし、行くぞ。大侵攻を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。奴ら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。ああ、門に込められた莫大な力が解放されてとんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して門を水で囲うのは？一匹二匹ならともかく、大侵攻ともなれば多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか？
封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの？今すぐできることとなると、一つはあの古式秘具を今すぐぶち壊すことかな。もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は寒気の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように息を潜めて島に引きこもることだ。大進行が何もかも飲み込んで荒らし尽くすのを寒気が終わるまで眺めてるってこと？でもこの地方の島以外の場所はあの古城や塔みたいになってしまうんですよね。寒気の間中群れは広がってゆくだろうな。正直この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。最も危険だが確実に大進行を防げる一手だ。教えて。我々の方から打って出て虫歯みの女王を倒す。そうすれば統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し、大進行もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい無謀な行為だ。でもそれが一番確実な方法なんだよね。俺は付き合うぜ。要するに俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだろ。私もライザが行くのなら今がもらった勇気を返す時だと思う。当然提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないでさっさと言え。わかっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。出なければ行きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし。しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど、やっぱり僕も行かなきゃ。やれやれ、余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんなありがとう。にしても虫歯みの女王の城に殴り込みか。冒険もここに極まれりって感じね。やっぱり村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、私たちの目的は門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いが、これは私たちの前提だ。それに半端に喧伝して混乱を起こされると無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に、我々が出発した後それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なーに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。
でも本当にそうするしかない、そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは村の人たちの誰にも知られないまま始まって終わるんだね。それでいいんだよ。この戦いはなんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくるなんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれを、なんてことないものをもう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんなそれじゃあ一旦解散ね。またここに集まって出発しよう。どこに行くのかね。よっ、ああようやく帰ってきた。またあちこちふらついてたのかい。たまには。まあいいじゃないか。魔物退治からこっち、ライザたちの悪口を言うやつもいなくなっただろ。評判じゃなくてあなたの手伝いのことよ。わざわざ言わなきゃ朝起きて足でいなくなるんだから。そうだね、今度もそんな感じでいなくなって。何か言ったかいライザ。ううん、どこに行っても帰ってくるよ、ちゃんとね。本当かね。お前の錬金術とやらですぐ連れ戻せる魔法の呼び鈴でも用意してほしいよ。そんなもの作ったらおちおち冒険もしてられないよ。どうしたんだい、急に人の顔ジロジロと。何か顔についてるかな。何でもないよ。この小さな屋根裏部屋でどうするどうしたいって話し合ってたのがずっと昔の出来事みたい。ここから始まってみんなとの世界が広がって、またここを守るために戦うか。うん、それもいいよね。ライザ、何やってるんだい、ちょっと手伝ってくれるかい。ああこんなとこまでいつも通りか。どこに行こうかな。よし行くぞ。あ、レント。よう。どうしたの、やけにご機嫌だけど。ああついに親父に勝利したのさ。決戦の前に幸先いいぜ。え、本当？ザムエルさんって守り手と同じかそれ以上に強いって噂なのに。そりゃどうかな、俺の見立てじゃアガーテ姉さんの方が強いと思うぜ。レントが言うならそうかもね。それでどんな風に勝ったの。何、いつも見たく手を出してきたからよ。聞かねえ素振りで前に出たらビビって折れやがったのさ。実際もう痛くも痒くもなかったしな。今まで俺が負けてたのは俺自身の問題さ。吹っ切れたってこと。まあな、親父の方が最近妙に距離取ってる理由も聞き出したぜ。ほんとバカらしい話だったよ。それは聞いていいの。もちろん。息子が跳ねっ返りの段階を超えて独り立ちしそうなのを察したからだとさ。レントの独り立ちを怖がってたってこと。ザムエルさんもああ見えて親の気持ちがあったんだね。
あいつが何を思うが俺の知ったこっちゃないけどな。全部終わったら俺は。ん？何？ああ、いや、なんでもねえ。今は秘密だ。どこに行くのかね。よし、行くぞ。あれ、珍しい取り合わせ。ライザか。あ、いや、実は前から島の操作とかいろいろまとめたメモを作ってて、この際だからそれを渡してたんだ。そっか。そのメモがあったとしてボスにわかるの？いきなりのことでわかるわけがないだろう。時間をかけてじっくり読ませてもらうさ。あらら、あんまり首相だと拍子抜けしちゃうな。まあ私にもわかんないし偉そうには言えないか。そこは僕の長年にわたる研鑽の賜物だよ。と言っても実際読めるようになったのはアンペルさんたちが来てからだけどね。持ち歩いてるだけの。え？持ち歩いてるだけの飾りじゃなかったんだな。うん、僕がこだわってきたものには意味があった。それが島のみんなを助けることにつながった。だからもう何も言うことはなしさ。そうか。ほんと昔みたいな眺め。どこに行くんだ。よし、行くぞ。ライザ、私今だからできることをしたいと思う。だから一緒にいて勇気をくれないかな。いいよ、私がいて助けになるんならいくらでも。でもね、自分では気づいてないかもしれないけど、いつも勇気を出してたのは私じゃなくてクラウディア自身なんだよ。アイザ、うん、頑張るよ。急に何の用だね、二人とも。クラウ、それは。お父さん、隠しててごめんなさい。今まで何度も対象を離れてたのはこれを練習するためだったの。何？旅を始めた頃これを吹くたびにお父さんが悲しい顔をするのが辛くて、それで。そんな顔を私が。練習はずっと続けてたんだ。いつかもっと上手くなれば喜んでもらえると思って。でもそのまま数年隠れて練習するばかりで、お父さんの前に立つ勇気が出せなかった。クラウディア、頑張れ。そんな時ライザたちに出会って聞いてもらって、私のこれが人の心を慰められるって知ったの。これならお父さんも笑顔にできるかもしれない。そう感じることができたの。た、わかった。聞かせてくれ。
フルートの演奏会は数年おきに旅から帰る私と母さんとクラウのとても楽しい思い出だった。だから母さんのそばを離れ私と旅に出たお前がフルートを吹く姿に私は思ってしまったのだろう。この子は母さんのもとに帰りたがっているのではないかと。お父さん、旅は私にいろんなものをくれたよ。綺麗な景色にいろんな食べ物、知識に体験に友達も。それに私はお父さんの娘でもあるんだから、旅は大好き。一度母さんの元に帰ろうか。お前の素晴らしい上達ぶりを三人の演奏会で聞かせてあげよう。うん、クラウディア、よかったね。どこに行こうかな。よし、行くぞ。聞いたぞ、お前たちだけでフィリュッサの本拠地に殴り込む、それ以外の方法は本当にないのか。うん、ないみたい。だから私たちが行った後、万が一、あくまで万が一のために数日の間街道の往来を止めるようモリッツさんを説得してほしいの。わかった、約束する。ライザん、何？真実を他に漏らすことができないのなら少しでも知っている奴を加えるべきじゃないのか。ありがとう。でもあんたはダメ。別に強い弱いの話じゃないよ。どういうことだ？その真実を知ってる人間がせめて一人は残ってないとやっぱりまずいでしょ。さっきから気に食わないことばかり言うな。まるで帰ってくることができない奴の遺言だ。だって本当に無謀なんだもん。でもそれ以外の道は取れない。だったらどれだけ危険でも怖くてもその道を走るしかないじゃない。お前が湖に落ちたあの日、俺はレントやタオと一緒に引っ張らなかった。アガーテが後ろで見張ってると知ってたからだ。だからアガーテがいるはずの物陰に向かって走った。それが正しい方法だと俺は信じていたからだ。だが実際にアガーテを見つかるまでは本当に怖かった。それでも走り通してお前を助けられた。不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れ。今度は残れと言われた俺が助けを待っててやる。なんで本当のこと言わなかったのさ。アガーテは父さんの言いつけで俺が危ない真似をしないかどうか見張らされてたんだ。俺はそれを知ってたからどうにも恥ずかしくて、あの時は言い訳よな。何よそれ、本当お互いなんてことない理由であんなに。でもいろいろありがとうボス。無様に惨敗しても心の広い俺は許してやる。ちゃんと帰ってくれば。だがな、おあいにくさま。
しっかり虫歯みの女王を倒して凱旋してみせるわよ。またね。ああ、またな。どこに行こうかな。よし、行くぞ。大したもんだよ、ライザの錬金術は。指の感覚は怪我をする前と変わらない。完全に痛みはなくなったのか。なあ、これなら相手が虫歯みの女王だろうと存分に暴れられるだろう。そうか、もう治ったと言っていいんだな。ああ、どうしたリラ。アンペル、私たちオーレン族はお前たちに、お前、いいや、本当か。ああ、周りの全てに裏切られ世をはかなんでいた私に、お前は錬金術師としての生きがいをくれた。今度の戦いだって長く続くそれの一つに過ぎない。お前が付き合ってくれる限りは続けるさ。そうか、ならいい。ただいまーっと。今戻りました。とりあえずやれそうなことは全部やってきたよ。俺たちの準備は万端だぜ。アンペルさんとリラさんは。ああ、今終わった。行くか。まずは門だ。あの隠された入り江だね。